そうですね、僕らはあのゲームで絶対負けないっていうのを売りにしてるんで、まあ、勝負事では負ける気はないですね。相手がどれぐらいの交渉してくるかは分かりませんけども関係ないです。西澤は絶対打ちます。はい、絶対に勝ちますね。じゃあともうちょっと後、もうちょっと後でやらせるな。うん、なるほど。後でいっぱい打っていいから、うん、心配してませんから僕勝ちます。あとでな、うん、もうちょっとしてからいっぱい打てるから、うん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 、まあこの日のために僕らも仕上げてきてるんで、実はいつもね、そもそも相手も人なんで、まあ噂によるとそのサイコパスみたいな感じらしいんですけれども、結局 B2B、 まあ企業対企業でも蓋を開けてみれば結局やり取りするのは人対人なわけですよ。だから心から気持ちを込めて説得をする、交渉をする、そして納得していただく、これが営業にとってまず大事なことなんですよね。そうですね、交渉術そこまで思ってないです。人対人なんで通じ合える、私は物を買わせる、そういった考え大嫌いです。買っていただく、切り取り方一つでそれぐらい変わってくるかと思うんですよね。あと、まあ、秘策ですか、まあ、少し一応、まあ、ちょっとしたものを用意したんですけれども、こちらですね、あの大阪で非常に今話題になっているみたらし小餅といういわゆる手土産ですよね。手土産もらったらまずありがとうございますと、まずその手土産をもらう瞬間に手は止まりますよね。これでまず時間を稼ぐことは可能だと考えております。まあ、術という部分でいけばそうですね、例えばじゃあこうしましょう、3万円のシャンパンをお客様に買っていただきたい、そういう時インタビュアーさんどうすれば買っていただけるかって分かりますか？簡単なんですよ。じゃあ例えば3万円のシャンパンと1万円のシャンパンがあったら、お客様は1万円のシャンパン選びますよね。そうなんです。これをどうすればいいか、はい、それではですね、まずこちらの方、こちらまずお納めいただきたいんですけれども、水沢、なるほど、お団子はお気に召さないということですね。わかりました、一旦置きましょう。であれば、お互い大人なんで話し合いがしたいと思います。まずなんですけれども、水鉄砲といえ銃ですよね。その銃を人に向けることについて、それに関してはどう思われますか？なるほど、まあ、こういった込み入ったお話は嫌いということですね。で、チェックですね、わかりました、いた、本当に私のターンで、あのお伺いしました。もうじゃあもう簡単に聞きましょう。これ逆の立場だったらどう思われますか？水沢、ちょっと違います。一旦止めまして、違いますよ。わかりました。じゃあこういった話、ちょっとだけね、昔話と言いますか、人対人、違いますね、今ちょっとだけ、何してですか、一回喋らせてくださいね。一回ちょ顔見て、めっちゃ濡れてますから、ちょっとあのね、戦争ですよ、もうこうなってきたら。我々日本人は今平和を求めてるわけです。こういった水鉄砲という家、ガラスが一旦ちょっとこれ預かりますね。もうやめましょう。もう無事まだ持ってたんかいこれ。めっちゃやって、ほんまに人対人なわけですよ。人対人なんで通じ合える、相手も人間なので、手土産もらったらまずありがとうございますと、けども水沢、打たないことのメリットっていうのは必ず伝わると思うんですよね。その銃を人に向けることについて、それに関してはどう思われますか？水沢、丸腰の私に対して水鉄砲を放つ、それは人間非道徳的だと。逆の立場だったらどう思われますか？水沢、ちょっと